どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、もうまさに見た通り寝癖のまんまの状態からできるアレンジです。もう本当にちょっとこうスタイリング剤つけて、あとこのクリップ、こうやってちょっとワニクリップみたいなやつ、まあ、これを何ですかね、もう片一方はこう棒状になってて、もう一個はこうギザギザになってるんですけど、これを使ってもう簡単にできるまとめ髪、髪の毛の量が多い方だったり少ない方両方できるアレンジになってますので、もう朝時間がないと、もう朝起きてこう寝癖満開やけどもう時間がないし、ちょっとまとめなあかんっていう時にこれだけで使えるアレンジ方法なんで、よかったらやってみてください。それでは動画をどうぞ。まずはブラシでしっかりと溶かしていきます。引っかかるようであれば毛先からちょっと順に根元に向かって溶かしていくと綺麗にまとめれます。リレイのオイルをつけていきます。結構パサつきがちょっと、まあ、ダメなので、こうオイルをつけてまとまりがあれば簡単にまとめれるので、しっかりとつけておきます。もう一度ブラシでしっかりと溶かしていきます。後ろでまとめて、左右どちらでもいいので優しくねじります。今回は右側に時計回りでねじったんですけど、ねじったらここの根元にその時計回りに向かってまとめていきます。毛先の部分はなるべくこう内側に入れて、まあ下に向けとくと結構バランスが良くて綺麗かなと思います。次にヘアアクセを、この棒状の部分をこのお団子で丸めた部分と毛先の部分にちょっと差し込みますね、こういう風に。で、多分根元にこのままブサッとぶつかるので、そのまま横に倒します。グッと。横に倒して、そのまま中に入れると、こっち側にこれが出てくるので、そのまま上からパチンと止めていきます。こんな感じでまとまってます。髪の毛の量が多い人は、ここのこのお団子の部分を少なめにすくってあげるとしっかりとまとまりやすいです。この丸めたところをちょっとだけボリューム出します。まあここが一番難しいんですけど、若干だけ、あんまり出しすぎてもダメなんで、ちょっとなんか出やすいところだけ少しだけ引っ張ってほぐします。無理やり引っ張って出すとちょっとバランス崩れちゃうので、ちょっとそこは気をつけながらやってください。で、ここの部分も少しだけボリュームが欲しいので、またここもお団子の部分を押さえながら若干こうボリュームを出すぐらいで大丈夫です。で、この後ろのここの部分出したら、若干このトップの部分も出してあげるとバランスが綺麗です。こんな感じでできました。寝癖のままでも簡単にまとめれるアレンジになってますので、よかったら参考にしてみてください。